この動画では選択することが大事なんですよということをまず知ってほしかった。原因と結果があって、その原因を取り除くためには方法は3つあると。でその3つのうちあなたに合うものを選択してくださいというのが今日の結論です。はい、こんにちは、谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、今日のテーマなんですけれども、今日は猫背を治す方法ということをお話しさせていただきます。まあ、これをご覧のあなたっていうのは、まあ、猫背じゃないかなと思うんですよ。まあ、当たり前やないかっていう話ですよね。タイトルクリックしてるんですからね当たり前なんですけれども、あの姿勢って大事ですよね、うん、猫背だとね、こうなんかこう疲れて見えちゃったりとか、こう顔が暗く見えちゃったりとか、まあ、実際猫背によって、まあ、腰痛とか肩こりとかそういった、まあ、体の不調、とか病気の原因にもなるんで、まあ、そういったいろんな面、見た目とかスタイルの面もあるし、そういった症状、怪我とか病気とか、そういった面でも、まあ、猫背って改善しておいた方がいいんですよね。でその猫背の改善方法なんですけども、これはですね、まあ、僕もともと理学療法士だったんで、まあ、筋骨格系は得意中の得意なんで、結構簡単に治せます。はい、まあ、よっぽどひどかったらちょっと、まあ、プロにね見てもらわないといけないですけど、まあ、ある程度の人っていうのは、まあ、セルフで簡単に、まあ、簡単とは言わないですけど、生活習慣なんで、ちゃんとポイントさえ押さえれば改善することができますんで、それを今日はちょっとお話しさせていただきたいなと思います。で今日の話はちょっと概要というか具体的なやり方ではなくて、猫背ってこういうもんなんですよっていう総論っていうんですかね、猫背ってこういう原因なんだよって、こういうことしたらいいんだよっていうのをまず知ってほしいんですよ。まずそうじゃなければ、巷に溢れてるあのわけわからん情報に踊らされて、結局何をしたらいいんですかっていう、やったけどなんか全然結果出ませんっていう状態になってしまうんで、それを避けるためにまずこの動画を見てほしいんですね、で今までいろいろやってみたけど猫背が改善しませんでしたっていう方が、もしおられるのであれば、今日その原因はわかります。はい、ちょっと最初わかんないかもしれないですけど、最後まで見ていったらだんだんわかってきますんで、ぜひちょっと最後まで見ていただいて、理解を深めていただいたらなと思っております。はい、では前置きはこれぐらいにして、話を進めていきたいんですけれども、まずは猫背の原因ですね。猫背の原因、猫背の原因って、どういうふうにお考えでしょうか。まあ、ここに骨の歪みとか筋肉が硬いとか姿勢の癖って書かせていただいたんですけども、結構勘違いされているのがこの骨の歪みなんですよね。で骨の歪みって、まあ、ちょっとどういうふうにね、その方が捉えているか分かんないんですけど、この骨自体がですよ、この骨自体が歪むことはないじゃないですか、厳密には。骨が歪んだらそれね、専門用語で骨折っていうんで、そういうことはないじゃないですか、すぐ病院行ってくれっていう話なんで。そうじゃなくて、骨と骨の関節ですね、関節、例えばここだったら肩甲上腕関節っていう関節です。関節がの位置が変わってるんですよね。はい、まあ骨の歪みではなくて、厳密に言うと関節の歪みが原因です。こう丸く、脊柱が丸くなっちゃってるわけですね、で頭部が上に上がってるわけですね、猫背っていうのは。はい、骨の位置関係、関節の歪みであるということです。でその原因は何なんですかっていうと、例えば胸だったらこの大胸筋っていう筋肉がぐーっと硬くなっちゃって、肩が前に入り込んでますよね、ぐーっと。で首も縮こまって前に引っ張り出されてますよね。はい、つまり筋肉が硬くなってぐーっと引っ張り込んでるっていうのが一つの原因なんですね。はい、ちょっと救急車通ってますけど、ちょっと病院近いんで、誰かが猫背で運ばれたんですかね。はい、猫背では運ばれてないでしょうけど、ちょっと続きいきます。引っ張られてる、筋肉が硬くなってるのが、まあ、一つの原因なんですね。はい、ただ筋肉がじゃあなぜ硬くなってしまったんですかっていうと、原因の原因があります。それは
姿勢なんですよね。姿勢の、まあ、厳密に言うと癖です。癖、一人一人癖っていうのは違います。あなたも僕も、癖っていうのが違います。この癖によってある一定のパターンで、体を使ってしまった結果、それに慣れちゃって、要は癖づいてしまって筋肉が硬くなって引っ張り込んで、結果的に関節の位置が変わって固定されちゃった状態なんですね。で、固定のされる方向はいろいろ違うんだけれども、一つの形として肩が前に入って頭が前に出て、こう丸まっている状態を猫背という名前をつけているっていうのが猫背の正体です。はい、じゃあどうやったら改善することができるんですかっていうことなんですけども、まあ、これで言うと、順番で言うと姿勢の癖が治りゃいいんですけど、こうなってんのをこうすりゃいいやんっていう話なんですけども、そう簡単にはいかないんですね。なぜかっていうと、もう長いこと、まあ、言うたら猫背ってもう1日2日の話じゃないじゃないですか。何十年猫背じゃないですか。何十年のその癖の期間ですね、経歴、まあ、経過によって筋肉がかなり硬くなっちゃってるんで、はい、じゃあ体を起こしてくださいと言われても硬直しちゃってて起こせないんですよ。筋肉がグーッとなっちゃってるんで、ガチンって。なんでまず一番最初にやらないといけないのは、この筋肉が硬いっていうのを、筋肉をほぐさないといけないんですよ。そうすると、例えば大胸筋が固まってます、ここを緩ませれました、そうするとこの位置に持ってくることができます。そしたら骨の歪み、まあ、厳密に言うと関節の位置関係ですね、これは改善されるってことなんですよ。はい、で次のパートとして、筋肉がほぐれて関節の位置関係が良くなりました、でもこれを継続しないといけないんですよね。つまり癖を取らないといけない。この位置が取れるようになって初めて癖直しましょうっていう話になるんですよね。はい、で、まあ、癖を直すにはちょっと期間がね、もちろん生活習慣変えてもらわないといけないんでかかるんですけど、まあ、とりあえずはまず筋肉ほぐさんとダメなんですよ。まあ、これ感覚的に分かると思います。はい、あなたも分かると思うんですよ。筋肉を、それをどないしてほぐしたらええんやという話なんですよね。はい、でこっからが本題ですからね、こっからが本題ですから、はい、何回言うねんですけど、はい、じゃあ筋肉ほぐす方法って何があるんですかってなった時に、まあ、ざっくりカテゴリーに分けると、まあ、もちろんいろんな主義あるんですよ。いろんな主義で事細かく言えば、もう何とでも分けれるんですけど、ざっくり言うと、この1ストレッチ、2マッサージ、3エクササイズ、この3つのどれかに入ると思います。ストレッチは伸ばす系ですね、こういう感じでね、こういうことかね、伸ばす系ですね。でマッサージって言ったら僕の小顔スイッチとか、まあ、筋膜リリースとかもそうですね。要は道具を使って圧迫刺激によって筋肉をほぐすんで、まあ、あれは物理療法になるんでマッサージになります。でエクササイズですね、例えば、こう肩を回すとか、これエクササイズ、運動を用いて筋肉をほぐそうって、もうこの3つのどれかに入るとは思います、カテゴリー分けると。で今日の動画のこれが結論なんですけど、この3つの手法っていうのはやったらええっちゅうもんじゃないんですよ。やったらええっちゅうもんじゃないんですよ。どういうことかっていうと、あなたと僕、さっき癖が違うって言いましたよね。体の使い方が違います。で体質も違うし、要は人間が違うんですよね。はい、でつまり何が言いたかったかっていうと、合う合わんがあるんですよ、このやり方、このそれぞれに。要はストレッチが合う人もいれば合わない人もいるんですね。合わないっていうのは、やればやるほど体が硬くなるってことです。マッサージも、マッサージ系でほぐした方がパッとほぐれる人もいれば逆に硬くなる人もいるんですよ。でエクササイズも、なんかやったら、あ、なんかほぐれてすっきりしたなっていう人もいれば、なんか逆に疲れたっていう人もいるんですよね。重要なのは
自分に合った方法を選択することなんですよ。自分に合った方法を選択すること、はい、特にストレッチなんかはもう、まあ、はっきり言っちゃうとあんま効果ないって言われてるんですよね今、はい、全否定してるわけじゃないです。ストレッチで効果がある人も全然いるんですけど、人によっては逆に硬くなっちゃうっていう文献も非常に多く出てます今は、うん、で結構世界レベルで見るとあんまりストレッチってやってる人いないんですよね。オリンピアの人とかでも結構日本人ストレッチ好きなんですけど、なんていうのかな、まあ、結構過去の古い技術っていう風になってきてますストレッチは。でも効果が絶対ないとは言わないですよ。合う合わんの問題だっていうことです、はい。日本人はストレッチ神話があるんでみんなストレッチ好きなんですけど、やればやるほど硬くなってるっていう人結構いるんですよ。なんでこの動画では選択することが大事なんですよということをまず知ってほしかった、はい、この原因とね、原因と結果があって、その原因を取り除くためには方法は3つあると。でその3つのうちあなたに合うものを選択してくださいというのが今日の結論です、はい、じゃあどれが合うねんと、どれが合うんですかっていう話なんですけども、正直やってみないと分かんないんですよ。やってみて反応を見て、あこれ自分にいい反応出てるな、悪い反応出てるなっていうのを、まあ、テストしてみないと分かんないというのが正直なところです、はい、ただパターンはいくらかあって、あのストレッチはあの体の硬い人は向いてないです。なんかなんと表現したらいいか分かんないですけど、あの体が筋張っていう、こうなんか触ったら硬い感じで筋肉が盛り上がってたりとか、うん、こうパッと触った時になんか張ってるような感じの人、うん、常に緊張してるような感じの人、こう交感神経が優位な人なんですけど、そういう人はストレッチあんまり向いてないです。逆に硬くなります、うん、でマッサージはあの両方っていうか体柔らかい系の人も硬い系の人も、うん、結構いいんですけど、あのその圧力、マッサージの圧ですね、圧、その適刺激の量が変わります、うん、筋肉がふにゃふにゃしてて柔らかい人にガーってマッサージするともう痛いんですよね、刺激が入りすぎて。でそうすると逆に防御反応を起こして硬くなっちゃうっていう傾向があります。でエクササイズは結構体硬い系の人に勧めます僕は。体が硬くてガチガチの人で、ストレッチやって余計固まってる人には、ラジオ体操のようなこう一定のリズムで動かすっていうエクササイズをおすすめします、はい、で関節が両手で体が柔らかい、筋肉が、柔らかいタイプの人、まあ、僕はそうなんですけど、うん、そういう人はあのエクササイズでいいんですけど、あの無理に動かさないことですね、要は可動域が変に大きいんで、あの怪我する恐れがあります、あんまりやりすぎると。なんで、エクササイズもちょっと気をつけながらやってもらうというのがポイントですね、はい。まあ、自分が体硬い柔らかい、まあね、分かんない人もいると思うんで、まあ、結局はやってみないと分かんないんですけど、まあ、そういった傾向があるということだけは、ちょっと頭に置いといていただいて、この後それぞれのストレッチのほぐし方、マッサージのほぐし方、猫背に対するね、エクササイズをちょっとまとめて紹介します。でそれぞれやってみて、あ俺ストレッチ向いてんな、あ私エクササイズの方がええなっていうのをまず確かめてほしいんですよ。でその瞬間やって効果があったっていうことは、あとはそれを継続すればどんどん良くなっていくっていうことじゃないですか。継続は必要です。なんせこの癖を取らないといけないんで、ね、癖が強いなんてねあるじゃないですか、千鳥さんの。お前の猫背の癖が強いみたいな感じであるじゃないですか。なんで継続が必要です。すぐに、元の自分の体の癖っていうのが出てきちゃうん でそこの改善の仕方っていうのも次の動画でお話ししますんで、ぜひ参考にしていただいたらなと思います。はい、今日の動画は以上になります、ありがとうございました。最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございます、いいねボタン、高評価ボタン、コメントよろしくお願いします。
効果あったよとかね、書いていただければ励みになります。まだチャンネル登録されてない方は、ぜひ下のチャンネル登録ボタンでチャンネル登録お願いします。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。